すごいでしょ、これも。この絶景。これね、さまざまな駄菓子をご用意した。え、クリームチーズかな。あと1個乗ってない、なんだ。なんか、カリカリ飴の味する。VAMBI、ハロハロ、どうも、バンユンです。ということで早速も撮っていきたいんですけども、なぜ僕がこんな格好をしているか、まあ一から話すとですね、まあこの間ユンちゃんにちょっとドッキリを仕掛けられまして、まあカラオケの店員さんがユンちゃんにすり替わってるっていうドッキリをかけられたんですよ。でまあ見事に騙されましてですね、もう早速、仕返しドッキリをしていこうということでね、本日はですね、汐留にあるエアーズイタリアンキュイジーヌというお店をね、貸し切らせていただきました。こちらね、あの本当にもう政治家の方とか、もうジャニーズとかがね、もうお忍びで来るような高級レストランでございます。ここにね、あのいつもね、あのお世話になってるメイクさんにユンちゃんをご飯に誘ってほしいというふうにね、言ってあって、あの LINE を送ってもらってるんですよ。で、ユンちゃんはまあ本日ここにね、ランチをしに来るわけですよ。そこで、あの僕がキッチンで料理を全部作ってるっていうドッキリをしていきたいと思います。まあまあね、まあ前から言われてますけども、まあちょっと僕の料理センス、料理技術はまあちょっとプロに匹敵するんじゃないかと。なんで調理師免許持ってないんだと、もうそれぐらい言われてるわけですよ。なんで実際、まあその、まあプロの方が作ってるのと、まあ、僕が作ってる料理、まああんま変わんないんじゃないかということで、まあそれに気づけないようじゃ、まあユンちゃんの舌もまだまだなということで、僕がね、本日は料理全部作っていきたいと思います。まあちょっとずつあのレベルを上げて、まあちょっと駄菓子を混ぜてみたりだとか、まあちょっとコンビニ弁当にすり替えてみたりだとか、まあどのレベルでユンちゃんが気づくのかっていうのをね、ちょっと検証していきたいと思います。ということで、隠しカメラを設置してユンちゃんを待ちたいと思います。ということで、早速やっていこう。こちらのお店見てください、この絶景が見えるレストラン。この広さね、貸し切らせていただきました。すごいでしょ、これも。この絶景。来ても良さそう、うん、確かにね。ギョギョー、ご予約ありがとうございます、はい、食事につきましてはこちらのメニューで、あのコースをご希望でしたら、はい、こちらのコースがおすすめでございます、うん、じゃあおすすめにしますか。おすすめにします。カリトモコースでお願いします。メインディッシュを、どちらかお選びいただくコースでございます。両方一個ずつ、ね、あ、そうしますか、ね、両方切れる、うん、まあ、一つずつ、はい、承知いたしました。かしこまりました。はい、ということでね、まあ、衛生面、安全面は、しっかりとね、安全にやっていきたいと思います。そして今回ね、料理を教えてくださるシェフの方です。お願いします。でも作っていっちゃいますか、どんどん。ありがとうございます。食べるときああやってかけてくれる彼氏がいい。え、毎食事毎回いつコーヒーいてくれて、え、家のご飯も。乾杯します。乾杯。200万人、おめでとうございます。ありがとうございます。最初に作る料理、はい、こちら何ですか。ポットからスープを入れるです。ポットからスープを入れる。こちらもスープできてるということですよね。あ、そうです、温めたのが入ってます。なるほど。こちら僕一切関係ないですけども、シェフが作ってくれたということで、はい、ということで、こちら料理名なんですか。こちら、かぼちゃのスープ。かぼちゃのスープ、完成いたしました。何？まずは一口スープです。一口スープ、すごい、すごい、あ、映え、ね、すごい映え、映えですね。ちょっと一口先に、あ、どうぞ、ぜひ、うん、いただきます。動画そう、動画どんな瞬間も切り取って、あ、なるほど、切り取って、思い出を、うん、思い出を。いただきます。熱いのかな、冷水、熱い、ちょうどいい温度。おいしい、おいしい、おいしい。計算されてますね。続いてサラダいきます。これ量で味変わりますか。優しさで変わります。優しさで。ここで、ちょっと
これだけじゃ物足りないんで、早速レベル1駄菓子のせる。レベル1駄菓子を使う、駄菓子乗せちゃいましょう。こちらにね、さまざまな駄菓子を用意したので、この中ちょっと乗せてみましょう。どれが合いますかね、このサラダに。トルコヨーグルトみたいな。あ、いいっすね、ここにちょっと添えたら、はい、添える感じで、確かに乗せてあげよう。有名なモロッコです、モロッコ。これを乗せていきましょう、はい、あ、これわかんないよね。これわかんないですね。リコッタチーズだわ。じゃあこちらで出汁入れていきましょう。取ります。今日次はサラダ。はい、なんだろう、この白い、おしゃれすぎてわかんない、うん、え、クリームチーズかな。デザートのサラダ。へー、おしゃれな味がする。何これ、もっと欲しいもん。クリーム全体がなん。続いて前菜を持っていきます。あ、ちなみにあのサラダの料理名なんです。そうですね、フレッシュサラダの。今考えてます。今考えてます。今考えました。元のライスですね。じゃあまずシェフのお手本をいきます。あら、おしゃれ。パセリソースにして、おお。わかりました。それでは早速僕作っていきます。乗ってない、なんだ。まあいいでしょ、乗ってなくて。いいんだ。いいでしょ。いいんだ。わかりました、駄菓子乗せましょう。ゆんちゃんの方だけ駄菓子乗せましょう。ゆんちゃんの方だけスモモ乗せます。ここら辺に。そうですね。あ、いいっすね。あ、いいですね。わからない、わからない、わからない。皆さん、わからない。スモモ、スモモ。あ、これ見ると、なんかいいっすよね、どっちも。いや、もう、わかんないですよ。ありがとうございます。全然わかんないです。たくさん来た。すごい、すごい、なんか可愛い。バースデープレートみたいな。確かに可愛い。次のお料理が来ました、うん、お花もちゃんと食べれる、お花すごい、すごい。どれから行くか悩みますね。これにしよう。ロールキャベツみたいな。ほう、見て、ソースが、めっちゃいい音してる。うん、好き。でも美味しそう。何それ。うん、うん、あ、酸っぱい。酸っぱい。うん、かわいい。硬い。え、え、あ、うん、うん、なんかカリカリ梅の味する。カリカリ梅。うん、おいしい。結果おいしい。おいしい。好きなんだろうね。コースって何が来るか分かんないから楽しい、うん、はい、ということで今からメインディッシュなんですけども、こちらのコンビニのお弁当にしちゃいましょう。このコンビニのご飯を、まあ、一流レストランっぽくやっていきましょう、はい、じゃあまずソースを温めていきます。うわ、うまそう、めっちゃいい匂い。じゃあかわいそうですけど、仕掛け人の子もお弁当にしましょう。お弁当にします。お弁当にします。両方お弁当にします。わかりました。じゃあこれ開けちゃいます。あ、美味しそう。あ、美味しそうですね。おお、いい。このライスボールがおしゃれ。はい、ライスボール。じゃあソースにこのソースを。これにはかけないのがおしゃれですかね。ブラックペッパーぐらい。そうですね。か、もしくは調味料がいっぱいある。これいきますか。これ全然いけると思うんですよね。行きましょう。ただたらしてんじゃねえよとか、ちょっとしょっぱいんで、いいですね、こちら、ただたらしてんじゃねえよ。ソースかけた後にふりかけっぽくかけたいと思う。なるほど、そうしましょう。はい、ふりかけただたらしてんじゃ。これをちょっと、ここに少しですね。おしゃれ、これ。店長ならどれいきます。大根とかは絶対に合いますね。これを最後乗せちゃいましょう。あ、これなんかおしゃれカットとかあります、逆になんか。あ、ありますね。ハートの型で抜いちゃうか。ハートにしましょう。じゃあハート持ってきましょう。ハートにしましょう。それは愛の大きさで。愛の大きさで。まず限界まで大きいのでいっちゃおうかな。これで乗せると。あー、かわいい。おお、素晴らしい。ぽいですね。ぽいぽいぽい。ぽいですね。これはレストランには、レストラン料理。
鮭とエビを入れていきます。肉が入れて魚肉シート、魚肉シート、魚のすり身になります。なるほど、こちらチンし終わりました。美味しそうな日だったんです。あー、いいですねこちら商品名、こちらのハマグリのグラタンと鮭エビ天、鮭エビ天鮭エビ天です。でこちらのじゃあ料理名、ミラノ風カツレツ、このレンタですおしゃれ、何でもおしゃれに聞こえる。じゃあこちら早速運んでハンドを取っていきましょう。はい、それではですね、お先にハマグリとエビのグラチネ風、どっちがいいの？どっちでも大丈夫。あ、じゃあ私、はい、はい、子羊の方がおすすめでございます。こっちがグラタンっぽい感じのグラタン、ハマグリ、ハマグリすごい大きい。で、ユンちゃんのがこっちが、なんだ、子羊となんちゃらのなんちゃプロバンス風、プロバンス風ハートがある、かわいい、揚げてある、子羊のプロバンス風うん、好き、あ、好き、おいしい、好きな味、好きな味、カツ丼みたいな、なんだろうこれ、上に乗ってる、え、何、わかんないでもご飯に合う、計算されてますね、さすが。上に乗ってるハートは何なんだろう。うん、確かにハートなんて乗せちゃってね。うん、ゆんちゃんのファンいる？何？え？もしかしてやだ、どんな足なくどっかにされてるバレ店長ありがとう、いただきます。中の酸味と一緒に甘酸っぱい牛を好きな気持ちが溢れてきた。やだ、キモい。濃いの味？濃いの味する。濃いの味。お味は大丈夫？うん、はい。美味しいです。この後はデザートもございますので。うん、もう次デザート。もう次にデザート。わかりました。シェフの方お願いいただけますか。あ、知り合い、そう、知り合いで、うん、あ、そうなんだ、今日だからここにしたんですよ。そう、そう、はい、ということでデザートが頼まれたので早速種明かしで僕がこちらを持っていきたいと思います。行ってきます。なんかあのジョーカーと別れて、あ、はいはい、そっから、うん、ね、私もそれは見たいな、うん、お待たせしました、めっちゃ気になる、マンゴーのクリームチーズのマンゴーのクリームチーズのブリトニースピアーズです。ブリトニースピアーズです。なんでいるの？はい、なんでいるの？あ、当店の三つ星イケメンのバンビです知り合いのシェフです。どういうこと？僕が作った料理美味しかったですか？作ったのあのハートはあのハートは僕の愛の大きさを示したんですけれども、ちっちゃいな、ちっちゃいな。ちなみにあなたが食べてるこちらコンビニ商品ですけども、え、気づかれましたか？ね、やっぱりいや、コンビニとは分かんなかったけど、はい、ずっとアオニャンにね、はい、これ分かりやすく言ったらカツ丼の味するみたいな本当になんかカツの味がするの正解です、カツ丼ですはい、ということでてってれー、一流レストランのシェフが俺ドッキリ、イエーイ、え、どこ仕掛けに行って、あなたを誘ってもらったんですよ、はい、え、で、あおちゃん、はい、あおちゃん、いや、待って、だってさ、はい、200万人おめでとうって言ってお祝いのランチでしょ。いや、一切祝う気ないです、ねえ、一切おめでとうとかないですもうでも今回見事に騙されたということで、もう本当にこの間のカラオケの復讐です、これ青には呼ぶのはずるいって絶対言いたい
と思ったもん。で新キャラ登場させないともうちょっと騙せないなということで、またふみくんだともう分かっちゃうんで、ふみくんだったら多分私断ってる。はい、ということで、ゆんちゃんバカスタだなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。いやいや仕掛けに合うにゃん、バカなんてって思った方はよかった、チャンネル登録よろしくお願いします。ってことでまた会いましょう。またなー。バイバーイ。バイバーイ。じゃあゆうちゃん、このお店のお会計だけえお願いします。貸し切ったやつをお願いします。お願いします。